子の心ノート。この番組はニコがお送りいたします。放送時間は毎週金曜日のお昼1時半から2時までの30分。ニコは歌を通して心の元気をテーマに声をお届けするシンガーです。そして伊予市の観光大使となっています。そして Facebook、Instagram、Twitter、公式ホームページなどをやっております。ぜひニコ千歳空で検索してみてください。ぜひ、フォローもよろしくお願いします。さあ、早速ですね、今日の裏技をお届けします。今日は液体のチューブを最後まで使い切る裏技です。番組の最後にお届けいたしますので、今日も最後までお付き合いくださいませ。さあ今日はですね、テーマ今治ということで、いろんなグルメ情報などね、お届けします。さあそれではニコの心ノート始まりです。ニコの心ノート始まりましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。なんかもう毎週あっという間に1週間早って思って、もう金曜日なのって思っちゃいますね。もう本当にバタバタとして、本当にね、まあありがたいんですけどね、忙しいということは。はい、ますますねこれからも、頑張っていきたいななんて思っています。さあ、今日はですねテーマ今治グルメということでね、お届けしたいと思います。先日ちょっとね今治の方に行って、で、いろいろとね、ご飯とかも食べたりとか、あ美味しかったななんて、ちょっとこれはラジオでぜひお知らせしなきゃなんて思って、今回はですね今治グルメというテーマにお届けしたいと思います。さあそれにね関わってくださった、オートリオブラザーズの皆様、本当にありがとうございます。いつもですが、はい。さあということで、テーマに移る前にですね、ニコの曲1曲お届けしたいと思います。いろんなね感謝の気持ちを綴ったグレートフルレター、感謝の手紙という曲です。それではどうぞ。深い悲しみに落ちた時、そばにいて背中を撫でてくれた。一緒に
曲でグレートフルレターをお届けしています。こちらの曲ですね、ミニアルバム心ノートの中の一曲になります。こちらの方にご連絡いただいたらですね、CD の方も郵送いたします。そして56号線、国道56号線沿いの蔦屋伊予店さんにて販売ブースも設けていただいております。ぜひお立ち寄りください。そしてお問い合わせですね、080-3927-0919 までお気軽にご連絡ください。さあ、今日はですね、今治グルメということでお届けしたいと思います。いや、やっぱりね、地元の方じゃないと、こう穴場とかここ美味しかったよとか、意外とね、知られてないところが結構あるんだなってね、思ったりもしますね。やっぱり私たちね、パッとこう行ってね、なかなかこう分からない店とかも分かんないから、やっぱりね、地元情報がすごい確実だななんて思ったりしてるんですけれども、この間ね、今治に行った時はですね、弥生寿司、江戸前寿司ね、のお名前弥生寿司というところに行きました。ここね、すごくこうお得感満載で結構美味しくてですね、結構お腹も満足しますね。知ってらっしゃる方もまあね、老舗のお店だと思うので多いかもしれませんけれども、この弥生寿司さん、たった1100円ぐらいで、ランチですよ、ランチ1100円ぐらいでですね、フルコースが出るというこれは結構すごいなと思いました。だってお寿司ね、お寿司も出て、で前菜とかも出て、それでからお吸い物でしょ、でからこういろいろこうコーヒーとかちょっとした茶菓子とかなんかそんなも出るんですよ。すごくお得にしたような感じがして、でね、美味しいので、はい、弥生寿司ぜひ行ってみてください。こちらですね、今治市の松本町2丁目にあります。はい、まあ弥生っていうのは弥生時代の弥生っていう書きますね、弥生寿司、ぜひね検索してみて行ってください。そんなにね大きいお店ではないんですけれども、はい、比較的ゆっくりできるかなっていう感じではあります。はいね、私もお寿司とかも結構好きなんですよね。だけどやっぱりこうちょっとお昼とかになるとね、まあ値段が張ったりとかしてね、あれなんですけれども、ついついなんかね、無性にお寿司が食べたくなる時があります。ないですか皆さん私結構あるんですけどまあ私は食べ物に関しては嫌いなものがないので、結構何でもホイホイ食べてしまうんですよ。もうなんかね、ゴキブリ方法みたいなこと言ってしまいましたけれども、結構そうですね、意外とよく食べちゃいますね。でびっくりされるんですよ、そんなに食べるんですかみたいな。いや、いつも抑えようとしてるんですよ。いや、うん、ちょっと抑えよう言ってね、いっぱい大きくなってもいかんし、体も育ったらいかんしみたいな、そんな感じで気をつけてはいるんですが、はい、頑張りたいと思います。さあ、今日はね、テーマが今治ということで、ちょっと一曲ここで違う私の曲じゃない曲をねお届けしたいと思います。今治出身の安持ひかるさんと言われる方が作詞作曲した曲になります。そして歌っていらっしゃるのが木村真理さん。タイトル、故郷へありがとう、愛しき今治ということで、一曲作詞作曲されたそうです。それではお届けしましょう、故郷へありがとう。里へ帰れば海に会える浜辺と潮風に心が和む姿を変えた天候
との思い出はかけがえもなく限りない勇気を与えてくれた愛しき今治ということで、今治出身の作詞作曲された安持ひかるさん、そしてこの方もね、今治市出身の木村真理さん、シンガーの方でいらっしゃいますけれどもね、あの素敵な曲でございますね。今治やっぱりすごくこう景色が良かったりとか癒されたりとか、本当にね、あの素晴らしい環境だなと思っているんですけれども、やっぱり本当にあの故郷、まあ、私はね、あの伊予市が故郷ですけれども、なんか大切にしたいななんて、まあ私もこう、まあちょっとなんていうかな、なんかいい、ね、優等生みたいな言い方をすると、いや、なんか育ててくれたね故郷、本当になんかこうもうちょっとたくさんね知ってもらって、そしてまあちょっと、まあ、私だったら伊予市ね、伊予市にいっぱいね遊びに来てもらおうかななんていう気持ちはすごくあるんですよね。なのでいろいろね、私も伊予市のところだったりとか、こうしてこう今治、もうデビュー当時からこのラジオを関わらせていただいてもう10年になります。もう本当にね、今治にも感謝しています。ありがとうございます。ということで、いろいろね今治にも、たくさんこう遊びに行ったりとか、そして伊予市にもたくさん遊びに行ったりとか思ってもらえるような、なんかラジオもいいななんて、これからも務めてまいりますのでよろしくお願いいたします。さあ、今日はですね、今治グルメということでテーマにお届けしてます。そして、私が大好きなお店が一つありますね。何回もこのラジオでもお伝えしてます、
お昼のね、ラジバリの帯番組ですね、そちらの方でもパーソナリティをされております。モン吉さん、こちらの季節がやってまいりました。冬にね、やっぱりこう焼き芋、もう本当にね、美味しいので、私もこれ大好きで、冬の時期が待ち遠しいんですけれども、今ですね、きちんとしたちょっとお店になりまして、な、改装されたということで、で、焼き芋以外のものもあって、意外に日中こうお店の方がいらっしゃったら、モン吉の、店長がいらっしゃったら、たまにちょこちょこ出てるみたいですけど、ね、結構他のものも飲んだりとか、買えたりとかいろいろしますので、本当にね、美味しいモン吉さんになります。今ね、最近聞いた話、4年5年の間の中で今年のお芋が一番美味しいそうですということなので、今日ね、今の時期絶対おすすめになります。よかったら、行ってみてください。焼き芋モン吉さんです。で、お電話メールなどね、受付しております。080-3928-5005ですね。はい、こちらモン吉さん Facebook なんかもやっておりますので、焼き芋モン吉で検索してみてください。で、私の、Facebook にもね、アップしております。だいたい5時から、夜の10時ですねぐらいまでは、やっているそうです。お昼もね、やっている時もありますよ。ぜひ電話してみてください。イヨシ観光大使ニコが送るいよいよいいよのコーナー。このコーナーはですね、イヨシのいいスポットやお店、グルメなど、私のいいように喋っちゃおうというコーナーでございます。さあ、今日はですね、カフェジュードムジークお届けいたします。はい、こちらですね、絵本のグリとグラ、知ってらっしゃる方多いと思いますね。ブルーと赤のね、ネズミちゃんの話なんですけれども、この中に出てくるスフレパンケーキというものを再現したお店になります。はい、こちらね、本当にね、こんな美味しいもん食べてたんやみたいな、グリとグラ贅沢やなっていう気持ちになります。ぜひこちらの方も体験してみてください。検索はですね、カフェジュードムジーク、ちょっとフランス語みたいになると思うんですけれども、ちょっとこう読みにくい、名前にはなるかなとは思っておりますが、はい、おすすめです。お昼の2時3時4時5時の4回焼き上がりで、8個までしか焼けないので、ご予約をして、あ、何時、例えば3時に2名行きますっていうことでご連絡していただいて、行くことになります。一つですね、注意点は、一緒にこう飲み物、ドリンクも一緒に頼んでくださいということで、スフレパンケーキとドリンクという形のセットになっております。はい、こちらの方ですね、本当におすすめなので、ぜひぜひ行ってみてください。さあ、それでは今日はカフェジュードムジークイヨシのお店をお届けいたしました。高鳴ってふわっと広がった翼、もっと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 見たい光はその先へ、重なってキラッと輝くよ翼、心にきっとある未来へつなぐ翼。わかってたんだ、
答え見えてしまったらつまんないことくらいはだけどでもいつも言い訳うろうろ私同じとこ嫌になる正解って何どこに。さあ、ニコの曲で翼お届けしてます。こちらの曲ですね、今、番組そして、ラジオテレビでも、かかっていると思います。はい、テレビではですね毎週金曜日朝10時15分ほどにですね、あの朝のスッキリという番組の中でのお天気予報の BGM として使っていただいております。ぜひね、見ていただいたら嬉しいなと思っております。さあ、そしてラジオ番組でも、テーマ曲になっています。ぜひこちらの方もですね私の、公式ホームページなんかにも詳しいこと書いております。こちら翼のミュージックビデオもありますので、ぜひ、ニコの YouTube チャンネル見てみてください。さあ、今日はですね今治グルメということでねテーマにお届けしております。はい、最後はですね焼き鳥、やっぱり今治焼き鳥よねっていう、いやどこも美味しいんですよ、どこ行っても。でもなんかもうやっぱりねやっぱここ美味しいやんっていうのって皆様ねあるとは思うんですけれども、この間行ったところはね世を渡ると書いて瀬戸さんにね、オートリオブラザーズさんと皆さんと一緒にね行ってまいりましたが、すっごい美味しかったです。どれ食べても店長さん、まあ、大将がすごくこう頑固な一徹って感じのかっこいい感じですけれどもでもまあ本当にねどれにもどの料理にもすごくこう手が込んでいて、あ、なんかこう焼き鳥に対しての愛情を感じるなっていう感じでした。うんうん。でちょっとびっくりしたのが結構こう副菜じゃない、なんかこうおしんこね、ご飯頼んだらおしんこ出るんですけど、そのおしんこですら超おいしいっていうね、いやーどれも手抜いてないわっていう感じの、はい、感動しました。はい、瀬戸さんね、なかなか予約取れにくいみたいですけれども、ぜひまた行きたいななんて思っております。はい、今治おいしいものたくさんありますね。またねいろんなところをこう巡って、ちょっとこのラジオでもここおいしかったよなんて言えたらいいなと思っておりますので、お楽しみに。さあ、それではここでニコの予定をお届けいたします。はい、まずはですね1月の10日イオシが企画するファミリーミュージカルみんな笑顔という、ミュージカルにですねゲスト出演させていただくことになりました。こちらですねもう、11月1日からお電話の予約開始となっております。お問い合わせ先は会場でありますイオ夢未来館よし、まあ、昔のねよし文化交流センター、こちら0899093266 0899093266、こちらの方でご予約してください。さあ、そしてですね11月は12日フーライボーライブがあります。はい、こちら8時9時10時という、まあ、30分3ステージなんですが、1000円で全てのステージ見れます。はい、ぜひちとあ、まあ、ニコ昔の名前言いそうなとまあニコは、まあ、知っていただける一番いいステージかななんて思ったりしてます。はい、さあ、そしてですね、11月の22日、こちら伊予市の地元でですね、収穫祭というイベントあります。こちら外のイベントなのでぜひ安心してお越しください。出演時間とか決まりましたらまたねこちらの方でもご連絡いたします。さあ、そして楽天ライブやっております。はい、楽天ライブと検索してダウンロードしていただいたら、まあありのままのっていうそのままが出ますのでええ変かなまあこれがいいかどうか分かりませんけれども、まあ、あ、なんかニコさんってこんな人なんやなって知っていただけたらすごく嬉しく思います。はい、どうぞ、いろんな形で、見ていただけると嬉しいなと思っておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。
ニコの心の音。さあ、エンディングです。早速裏技をお届けいたします。今日はですね、歯磨き粉とかのチューブを最後まで使い切るという裏技です。私もよくやります。もう直通にね、押して出なくなってきたら蓋を閉めて、蓋の反対側のお尻を持ってブンブンと振ってください。これね、意外と出ます。意外と最後までこれ使い切ることができて、一回出してまたもう一回振るとまた使えたりします。はい、どんどん節約していきましょう。お相手はニコでした。皆さん素敵な週末送ってください。それではまた来週金曜日お昼1時半にお会いしましょう。バイバーイ。